カズミンドットコムの歌ってくだけろ、くだけろ。ドバッグを車に積んだら君に会いに行こう。君に届けたい歌ができたからすぐに会いに行こう。今日はこんばんは。こんばんは。生歌でお届けいたしました。はい、今夜も新潟市突破の、西区突破のですね、公民館プラザスタジオからお届けいたします。はい、カズミン .com の歌ってクラゲあらためまして、はい、こんばんは。そしてお客様ようこそいらっしゃいました、はい、今日は、いたいけない若者がですね、また二人悪の道に、はい、足を踏み入れてしまいました、はい今宵もですね、ソーシャルネットワーク時代の目音流し、はい、今日スムーズに言えました。もう一回言います。ソーシャルネットワーク時代の目音流しカズミン .com のカズミンと石ちゃんがお届けいたします。よろしくお願いします。お願いします。先週すごい寒いねって言ってたんですけども ね今日暖かいですね。暖かいですね。本当おかしな天気になってきましたね。なんか今週末なんかもう4月頃の陽気になるという話でね。東京今日11度って言ってましたからね、うん、本当に大丈夫なのかなこのまま。まあいつかは寒くなると思うよ、ね。新潟県もほら除雪費がもうありませんからね。あと1億円しかね、はい、55億円のうちの54億円使っちゃったって言ってますからね。すごいですね、3000万ぐらい分けてくんねいやいやそっちへ行くの。あそうですか。ダメ、頼むそういう、切なるお願いをですね、電波に乗せてお届けしておりますけど、はい、さあカズミン .com の歌ってくだけど、はい、今夜のテーマはタイトルがタで始まる曲と、とうとう番組もですね、タ行に入ってきましたね。アカサタ。すごいですね。いや、ここまで来ると思わなかった。なんかもう、作業の C ぐらいで終わるかなと思ってた。そうか。俺たちが、うん、それとも公民館がさあ、危険な発言が出てきます。はい。実はこの公民館プライドスタジオからお届けするのも、今週が最後でございまして。はい、そうですね、別に終わるわけじゃないんですよ。はい。来週からは、新しいスタジオでですね、はい、スタジオウィンの方で、からお届けするということで、詳しい場所はまた後ほど、はい、お届けしたいと思っています、はい、さあ、じゃあ今日のリクエスト若干じゃねえ何言ってんですよね。若干で2つぐらいしか言えないよまあいくつか今日結構いっぱい来てましたよ、はいはい、今日もいただきましたね、はい、タで始まる曲、はい、ね、たどり着いたらいつも雨降り、はい、いいですね、モップス、はい、これ後で歌います。はい、はい、他人の関係、これがありましたね。ね、金井勝子さんね、結構ね、幼な心に、ね、セクシーな、セクシーっていう、まあ、あの頃セクシーっていう言葉なかったですね、うん、色っぺなーと思いましたね、やっぱりね、あの時ね、はい、ね、それからで、タバコの煙、これはね、逸話真由美さんでしたね、皆さん知ってますこの歌、ね、タバコのそこしか知らない、タバコの煙ぐらいまで歌おうよ、タバコの煙タバコの煙の中に隠れて見えないですね。こういう逸話真由美さんの、はい、隠れた名曲がございます。ありがとう、はいさあ、そして、他人船、他人船、うん、これ実はどなたの曲なんですか、この他人船。いや、私も知らないですね。ああ、この黒髪の先までがあなたを愛しているものだったかな。引き離す、引き離す、た低い人舟、ね、こんな低い歌じゃないんですよ、本当は。他人のふりしてよ結構ね、坂本冬美さんが YouTube ありましたね。ありましたね、うん、あとはなんだっけな、あ、名前忘れちゃった。いろんな男性も歌ってましたね、そういうの ね、はい、そして名曲ですね、団子さん兄弟、団子さん兄弟、これはどうなんでしょう、うん、今日あたりこれアデジョさん来ますかね。来そうですね、撮っときましょうか一応 ね、はいはい、あと大ちゃん数え歌、あ、これね、田舎っぺ大将って、ね、これ、若者は知らないですよね、田舎っぺ大将って。
あ、ちょっと知ってる。あ、本当に。あの、こう、涙がこう、こう、こう時計のあの、この振り子みたいに、こう、どぼじて、どぼじてっていう、この知らないですか、知らないですよね。にゃんこ大先生がね、出てくるね。これ、天童よしみさんがね、はい、吉田よしみという名前の頃に、あ、またお客様が、はい、歌ってらっしゃったんですね。いらっしゃいませ。ええ。かっこいい方が。なんか、素敵ですね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ようこそ。今日はね、あったかいせいか、いろんな方がいらっしゃいますね。気温で変わるんですね。なんだっけ。ひとつひひひひ、ひとつ人より力持ち。どうりゃ。二つふるさと後にして。どうした？花の東京で腕試し。三つ未来の大物だい。大ちゃんあっちょれ人気の天天下の田舎べっていう歌なんですよね。ね、はい、天童よしみさん最近コンサートでも歌ってるらしいですね。天童よしみさんね、これ、ね、天童よしみさんの私大好き。あ、そうですか、うん、はい、歌が前からそれだけ。はい、そうです。はい、そしてなんと、はい、ね、タイムマシンにお願いというね、あ、英子さんからいただきましたね。それ調べるの忘れてた、はい、タイムマシンのお願い、ね、これは何ですか。これ、ね、太陽と埃の中でって、これチャゲ&アスカの曲ですね、うん、本当に。そうそう、あの、今週発表になりましたね。なりましたね。チャゲ&アスカがいよいよ4年ぶりに活動を再開。そうですね、再開しましたね。もう嬉しいですね、うん、血湧き肉踊りますね。ね、いや、なんか 来月のあのアスカのチケット取っときゃよかったな、本当にね。ショーは最後ですから ね、 これね。そうですね、はい、私は前に一人で聞きに行きましたけど ね、 あの時に俺行けなくてね、うん、行けない時ね。いやでも本当に嬉しいな、はい、これ時間があったら、はい、ちょっと歌います。はい、それから橋本さん、久野さんからね、はい、俵星現場南春夫さんこれ止めてくれるな明神殿、行かねばならぬ、行かねばならぬってやつですね。そうです、はい、紅白歌合戦でよくねやってました ね、 ね、 ね、でもう終わる、終わったのかなと思ってまたなんか始まるんですよ ね、 みたいな。そうそうそう、はい、それからね、はい、これ知ってますか、はい、ただ愛に生きるだけ、はい、マルティーヌ・クレマニソクレマニソって言うんですか。クレマンソーですね、知ってます。なんだ、シャンソンですかね。ね、これも橋本さん、橋本さん、はい、はい、橋本さん分かるのお願いね、困らせようと思ったんでしょうけど、はい、スルーします。そうですね、はい、そしてあとは武田の子守歌、高ピーさんからいただきました、はい、いただきましたね、今日たくさんいただきました ね、はい、ね、ありがとうございます。まだソーシャルの方はあれでしょうかね、聞けないでしょうか。はい、では、はい、じゃあ今日はどれからいきますか。じゃあ武田の子守歌を最初に歌わせていただきたいと思います。はい、はい、では行きましょう。では森も嫌がる盆から咲きにゃ雪もちらつくし子も泣くしこの子よ愛じる森も一日痩せるやら はい、ありがとうございました。いやー、森も一日痩せると本当かわいそうな歌なんですよね、本当。そうですね、うん、本当に ね、 ね、私もね、これ初めて聞いた時はね、はい、本当にかわいそうだなと思いましたけど、うん、私最後のその痩せるやらが今ちょっと羨ましいあ、そこに、ね、歌とは関係ないんですけど、はい、はい、皆さん節制しましょうね。そうですよね、そうですよね、1キロ太るのは簡単ですけど、痩せるのは大変だよ、痩せるやら、ね、すっごく、はい、ね、まあ、大体この番組終わるとですね、はい、2キロぐらい痩せてるんですね。そう、大体そうなんです。あのライブの時も、うん、ワンステージ終わると2、3キロ痩せてますね。痩せるんですよ、ね、ジャニーズみたいでしょ、
でその後打ち上げで5キロぐらい食べるんですけどなわけないっつさあそれではですね、じゃあどんどん行きましょう。何か来てますかね、はい、ちょっとそうしたら見せてください、はい、はい、こんばんは、こんばんは、はい小さまの旅の人だから、ああいいですね、はい、今のところそれだけですね、はい、わ、はい、かりました、ね、旅の人だからどっかにあったかな、じゃあそれ探しますね、はい、はいはいはい、ね、他のつく歌他のつく歌ということが書いてありますね、他のつく歌、はい、はい、皆さんにあのテーマを教えてくださったわけですね、わかりました、ありがとうございます、はい、さあとりあえずまずじゃ前半ですね、はい、事前にいただいたリクエストからお答えしていきましょうかね、うん、はい、はい、じゃあこれいきましょう、あ、じゃあ金井勝子さんの他人の関係ですね、はい、はい、はい、いいですか、うん、会う時にはいつでも他人の二人、夕べは夕べ、そして今夜は今夜、くすぐるような指でほくろの数もいつから数え直して、そうよ初めての顔でお互いにまたも燃えるの、昨日 YouTube で見たら、これやった後に後ろを向くんですね。あ、なるほどね。でまたこうやって、両手でやってますね。こうやってで最後に両手をこうビヤーッと上げるんですが、そこ水が出てくるとかそういうんじゃないですか。それ違う。そうじゃない。それ水ゲーム。はい。はい。いいね。それね。今度やって。俺がやるの。うん、ここがピュー。そうそう。サビちゃん。そのこれができなかったんですね。私が50肩で手が上がらないんですよね。今ね。こう、はい、この辺になっちゃうんですね。それで やめました。こんにちはですね。ね、さあ、さそんなこんなで。それではですね、はい、ちょっとじゃあせっかくいただいたリクエストの楽譜を探しますので、うん、はい、じゃあ先にどうしましょう。ご紹介にしましょうか。はい、では公民館プラージュのですね、このプラージュスタジオから来週から今度ですね、そうですね、スタジオウィンの方へ。はい、移動するということで、場所が変わります。ぜひ皆さんにね、場所を、はい、知っていただきたいということで、はい、先ほど館長が一生懸命地図を作っておりました。ね、はい、作っておりましたね。はい、館長どうぞ。どうぞ。はい、出します。はい、はい、出てます、こちらでございまして、はい、僕らに見えてませんので、どうなってるか分からないんですけど。見えてないんですけど。わかりますか ね、皆さんね。はい、ちょうどどの辺だっけ、ちょうどまあ、駅で言えば、新潟大学前駅を降りて、で、国道116の方に出ていただくと、もうすぐね、目の前。ね、かっぱ寿司さんの斜め向かいぐらいですかね、はい、ぜひ皆さんで来週からはですね、こちらの方にお越しください、お待ちしています。で今日来た方、まだちょっとね、場所が分かんないみたいなお顔してるので、地図をもらってってください、よろしくお願いいたします。お待ちしてます。場所が分からないでね、ここで一体こいつは何やってんだって顔しますよね。そうですね。さあ何を歌うんですか次は。今ちょっと旅の空から、はい、こうかな、千春さんの大丈夫ですか。めったに見せない真面目な顔。もうね、これ汗でね、大村コーンみたいな。最近ですけど昭和ネタが多いですね。いらっしゃった、月の遠距離ですみたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、先週のサンダー杉山といいですね。そうですね。はい、お笑い頭の体操とかあの辺見てないとわからないんですよ。わかんないですね。はい。じゃあ、うん、真面目に やるんですね。大丈夫ですか。多分。はい。はい、ではやっていただきましょう。では、松山千春さん、旅の空から。はい。深く耳を澄ませば朝一番の汽笛、街はにわかにざわめいて、
空から君に送る頼りは力任せの殴り書き周り耳道でも旅の終わりに君にもう一度会えたならいいね。でいいんですっけ。いやめったにこんな真面目な顔しないからね。初見で歌うのってすごいね。そうだよね。大変なんですね。意外と大変なんですよ。というかそういう番組やってるの前だろうって話なんですね。前にね、辰京さんにね言われましたですね、お前ら何やってんだっていうね、なんでそんなことする必要があるんだ。あの番組終わった後に。そうそう、普通のミュージシャンは間違わずに歌うことを頑張るのに、何でお前たち砕けてんだみたいな。しっかり言われましたね。はい、ありがとうございます、はい、この野郎。さあ、それでは、はい、ここで、一旦 CM です。はい、あ、CM の前に写真で記念撮影ですね、はいはい、では今日皆様、映りますでしょうか。はい、でしょうか。参りまーす、はい、では本日の一番いい顔で、はい、チーズ。OK。いい感じで、はい、ではこの写真は、後ほど明日か明後日かし明後日にかずみドットコムのブログでご紹介いたします、はい、それでは CM です。はい、時が経つのは早いけど、この日だけは確かな思い出を残したい。人生で一度きりの私、振袖一番館スタジオ BM。はい、その最近嬉しいですね。 CM 明けがですねバタバタして、はい、ね、今ね、近くの新年間の帰りにお立ち寄りいただきまして、商工会の方がですね、警察にいらっしゃいました。何やってんだまたここでみたいな。でも今日で3回目で、ね、ですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はいはい、ぜひ商工会でもご利用ください、はい、さあ、それではですね、ここでライブのご案内でございます、はい、先週に引き続きまして、はい、石川貴彦さんのツアーのご案内を、はい、そうですね、お願いします、はい、じゃ申し上げます。石川貴彦冬の陣、違いましたね、コンサートツアー2013冬の陣、はい、22歳の別れ、僕の胸でお休み、リンゴ、旅の宿、チャンピオン、コスモス、花嫁、あの感動のギターが再び弥彦へということでね、はい、石川貴彦さんが新潟にいらっしゃいます。2013年、2月17日日曜日でございます。場所は、二村建築スマイルシアター弥彦にございます、会場はですね15時、開演は16時、チケットのご予約お申し込みはですね、二村建築及び新潟フォークジャンボリーで受け止まっています。予約がですね4000円、当日4500円、電話番号を申し上げます。二村建築0256-94-3928 0256-94-3928、新潟フォークジョンボリー0902161-0439 0902161-0439、私が出ますのでぜひお電話で申し込んでください。はい、どしどし、お待ちしております、はい、もう毎日ね結構お電話いただいておりましてですね、はい、ね、やっぱり石川さんの、ね、演奏を聴けるということで皆さん楽しみにしていらっしゃいま す、ね、ぜひ、はい、この機会に、お申し込みください。ですね、まあ、新潟フォークジャンボリーもですね、はい、今着々と準備をしておりまして、はい、今日も一件決まりまして、9月の23日にですね、はい、三条別院、あちらのお寺で、ね、すごい広いね、はい、700人以上入るらしいですけども、ね、700人も人来るのかなみたいな心配があるんですが、お彼岸の9月23日、ね、お彼岸 の別院さんのイベントとしてですね、はい、新潟フォークジャンボリーあと三条別院が今日決定いたしました、はい、ありがとうございます。
ぜひ、また近づきましたらですね、ご案内いたしますね。ご案内します。この他、3月10日が、天寿園、はい。そして、今年は、カリワ村のラピカ。はい。あと今、ちょっとまだ確定してないんですけども、うん、アオレ長岡も今、準備中でございますんで。ね、はい。すごいですね。ね。頑張ってね、みんな。いや、俺もか。さあ、それでは、リクエスト来てますか。私たち一番頑張らない。いけないからね。なんか今かぶってます。なんかかぶってますけど。いやいや。はい、はい、はい。ということでリクエストが来てまして、ダンシングヒーロー。あ、太陽のくれた季節。あ、太陽がくれた季節。あ、太陽がくれた季節。はいはい、スーパーフライです。はい。スーパー。なるほどね。ね、太陽がくれた季節。それを歌いますね。はい。いけますね。はい。わ、はい、かりました。タマさん、ウィン、私が行く秘密の床屋のすぐ近くです。あ、そうなんです。秘密の床屋って何ですか。やばいところですか、もしかしてね。それから、岐阜のヒロさん、汗でメガネが落ちる、ありがとうございます。はい、今日はつやこ0518なんですね。あ、そうですね。今日も娘は寝ません、はい、ません。娘のリクエストはだるまさんが転んだ。だるまさんが転んだですね。ですね。はい、はい、寝てね。お、ね、相当いい声、ね、ありがとうございます。いい声、ね、シャラーパチパチ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。別に今砕けてました。相当砕けてましたね。ダンデライオン、ダンデライオンね、タイガー&ドラゴン、はい、クレイジーケンバンド、抱いて松田聖子。いやー、どんどん来ますね。来ますね、本当に。帰ろうかな。困った人だな、本当に。さあ、じゃあなんか繋いでおきますんで、はい、なんかやってくださいよ。皿回しとかでもダメなの。いや、歌か。この番組そういう番組じゃないんで。そう、わかりました、うん、まあいいです。はい、はい、では、今日リクエストが一番多かったですかね。たど、うん、り着いた今、はい、いつも雨降り、はい、まずここからいきましょう。はい、まあ、疲れ果てていることは誰にも隠せはしないだろう。ところがおいらは何のためにこんなに疲れてしまったのか。今日という日がこんなにも大きな一日とは思わないが、それでもやっぱり考えてしまう。ああ、この気だるさはなんだ。心の中に傘を差して裸足で歩いてる自分が見える。ありがとうございました。ね、モップス。モップス。はい。ね、これ猫も歌ってますね。ね。はい。大好きな曲ですよ。さあ、それではですね、はい、せっかく今会場の青木さんが、うん、あ、いないことになってました。あ、すいません。はい、すいません、青木さん。太陽が暮れた季節いきましょうか。はい。はい、ちょっと待ってね。はい。ちょっと探します、今。はい。はい、太陽が、あ、そういえば太陽がね、暮れた季節のね、歌ってらっしゃる。うん、あのボーカルのね、あの空子さんね、空子さん、はい、西口空子さん、久美子さんですね、ね、はい、空子さんとあの電話でお話をさせていただいたことがあったんですけど、前ラジオハートで番組やった時ですね。そう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 、はい、まあね、今でもね、こんなとこまで仕上がるんですよ、ライブで。そうですね、うん、しかもこの歌を歌ってる途中に、そうそう、一番最後タッ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 ちょっとぐらいですね。ちょっとぐらいですね。結構あの戦隊もののね、うん、悪い方の役なんて、なんつうの、そうそうそう、悪役、うん、うん、のとかで昔やってらっしゃったんです、うん。やってらっしゃって、ね。ね。そうなんです。って言いながら見つからなくて。見つからないんですね。はい。歌えるな、多分。私が？うん。本当に。君は何を言いますね。うんうん、じゃあ、まあ砕けてくれ。よっ。君は何を今見つめているの。若い悲しみに濡れた瞳で逃げて
てゆく白い鳩、それとも愛、君も今日からは僕らの仲間、飛び出そう青空の下へ。飛び出そう。本当こうドカーンと崩れたまえ君は本当にね、寸止めしました、体には今ね、ちょっとあの白いハートだったか何だったかよく分からなくて逃げていく白いハタコウさんって、ね、もう YouTube で何回でも再生して楽しんで同じとこだけ、ね、ずっと戻してね、いいですね、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます、今日見事に砕けましたね、はい、さあもう一曲ぐらいいけますかね、なんかあとなんかなかったかな今、ん大丈夫かな、あとはあ、待ってました、勝美さんありがとうございますいないことになってるね、あ、お前さん、もう声でやりましょうね、はい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 でもほらこちらでいただいてるのがあるじゃないですか、あるじゃないですか、はい、あ、なんとかなんとかじゃありませんかって昔ありましたよねいやいや、はい、この中からはもういいんですか、そうですね、はい、じゃあソーシャルのリクエストもですね、うん、やっぱりあ、これでもこれこれは知らないえ、どれね、あれ違うな、いや私ね石ちゃんに任せるわ出た出た参ったこりゃ来たこれってやつですね任せるわって言われたって、ね、もう信頼してるから頑張って砕けてください、はい、君はダンデライオン、傷ついた日々は彼に出会うために、そうよ運命が用意してくれた大切なレッスン、今素敵なレディーになる、ダンデライオンでし た, でした、はい、はい、ね、あ、最初聞いてなかったけど最初から聞いてよ旅の宿やって旅の宿ですか、やってません、やってましたかって、やってませんね、旅の宿ですね、はい、はい、ね、そのすんなり答えるジャンルとですねスルーするジャンルがだんだんはっきりしてきましたね、はい、はい、だからだっていいじゃねえかないいじゃん、だんだんあなたもなんかね、やり投げになってきたね、えやり投げえい、はいはい、ね、今狙ったんでしょう、うん、はい、はい、スルーしたらって困るんだけど、はい、このキーで歌いますね、はい、タマさんで歌います、はい、浴衣の君はすすきのかんざし、熱燗とっくりの首つまんで、もう一杯いかがなんて妙に色っぽいね、ね、はい、ありがとうございました、ね、色っぽいですね、ね、これあのこの歌を聴くとこう情景はね思い浮かんでね、そう、あの拓郎、ね、さんの各詞は結構絵が浮かびますよ ね, ね、いいですよ ね本当にね、うん、これもいろんなこうあのアレンジのね、あのバージョンがあるんですけどもね、はい、うん、今度拓郎さんもちょっとやってみたいですね、うん、あと浴衣着てやろう今度ね、すすきのかんざしさして、そうすすきのかんざし、こう前に来ると怖いよね横だと可愛いけどね、前だとね、はい、こんばんはや、ね、やってるってそう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 、で、あすかん得に持って吉田類吉田類吉田類の旅の宿ね、いいですねいいっすね、はい、ハンチングかぶって、
ね、とかなんとか言ってる間に、もう10時になりましたね。本当だ。本当にね、もう今夜もね、こんなくだらない番組付き合ってくれて、ありがとうございました。本当に。申し訳ない。ね、身の蓋もない。いや、ね、暑い。それでは、来週のお知らせをしましょうね。はい、来週のリクエストはですね、はい、立ちつてとの地。地は結構難しいのが来そうな気がするな。あ、そうね。あとは、チャチャチャとかね。チャチャチャ。うん。いいですね。チャチャチャ。あとじゃないですね。チャチャチャ。違う、それじゃないですか。わかりました。はい、あ、そうですね。ね、サザンのね、あ、チャコの海岸物語、はいはい、そこで会話して曲名言わなきゃダメじゃない、ね、ああそうですね、じゃああなた言うのすっかりなんかその辺の喫茶店で喋ってるから申し訳ない、そのうちスタジオ来ないと何やってるか分かんねえみたいな話になっちゃう、そうだね、だスタジオ来いまあ来週からはですね、先ほどから申し上げました、はい、通りに、コミカンプラージュからですね、はい、スタジオウィンの方へ、はい、移ります。もう一回地図出ますか、はい、出ます、はい、はい、こちらの方ですね、はい、来週からもう 全曜日がこちらの方でね、オンエアになりますので、はい、ぜひ今度あの電車でも来れますので、はい、会員に飲んでってもそうですね、並びにあのね、某宮吉さんがいますんでね、はい、はい、館長がお付き合いいたします。じゃあ私たちも電車で来よう。あ、いい ね電車で GO。 いいな。カズミン .com の電車で GO。 やりましょう。違う番組になって何でもできるんじゃないですか。そうですね、ミヤクシへ GO とかですね。いいね。じゃあそれで、来月からですね、カズミン .com のミヤクシで GO。 いやいや、行きます。もういいから、はい、来週は、はい、2月の5日でございます。2月の5日、はい、2月の最初の、ね、放送は、スタジオウィンの方からお送りいたしますので、はい、ぜひ、あのスタジオの方へも、ね、足を運びいただきたいと思いますし、この時間、はい、PC の前もしくはスマホの前で、ね、はい、ご覧いただきたいと思っています、はい、それでは、今週はつつがなく終わろうとしておりますので、はい、まだまだ風が流行ってますんでね、はい、特にインフルエンザ、それからお腹壊す方が増えるので、それはまあ別な理由なんでしょうけども、ちゃんとお腹冷やさないようにね、うがいして手洗って、はい、トイレ行って寝ろよ。ね、ね、あのソラちゃん早く寝なさいね。そうですよ。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。おやすみなさい。